中森明菜、若い頃は橋本環奈にで可愛い。昔の水着画像も話題に。中森明菜さんといえば、日本を代表する女性アイドルです。中森明菜さんは松田聖子さんと一緒に1980年代のアイドル全盛期を盛り上げましたね。年配の方は記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。今回は中森明菜さんの水着画像の紹介と、若い頃が橋本環奈さんに似ているという噂があるので、そちらの真相を明らかにしていきたいと思います。最後までご覧いただけると幸いです。昔の伝説エピソード、経歴。中森さんは1965年7月13日に東京都大田区に6人兄弟の5番目として生まれます。名前の由来は、明るく賑やかな家庭であってほしいという母親の願いから名付けられました。幼少期の中森さんは、4歳から14歳まで練馬区の横山明子バレエスタジオに通っていました。バレエ教室の先生は、とても真面目でリズムに乗ると生き生きと踊っていたので、将来はダンサーになると思っていたと感じていたそうです。そんなバレエ一筋だった中森さんが歌手を志望するきっかけとなったのは母親の影響です。中森さんの母親は大の美空ひばりファンだったそうです。母親も若い頃は歌手志望だったため、中森さんは幼い頃から美空ひばりさんの歌を聴かされ、歌い方の指導も受けていたそうです。やがて中森さんも歌手の夢を抱くことになり、オーディション番組のスター誕生に幾度となく挑戦することになります。挑戦を続けた中森さんですが、ついに1982年に番組史上最高得点で合格。その後、検温所属とワーナーパイオニアとのレコード契約を決めます。そして1982年5月1日にシングル、スローモーションでデビューします。当初は森明菜という芸名でデビューすることが検討されていましたが、中森さん本人が否定し、本名でデビューを希望します。また、1980年代のアイドルはキャッチフレーズをつけるのが流行りであったので、中森さんにもちょっとエッチなミルキー子というキャッチフレーズがつけられました。その後は2枚目のシングル、少女 A がヒット。1980年代を代表するアイドルとして松田聖子と二強を競い合うことになります。以降もヒット作を連発し、2年連続で日本レコード大賞を獲得するなど、若干二十歳という若さで日本を代表する歌手となっていきます。ここからは中森明菜さんの伝説的なエピソードをいくつか紹介していきます。プロ意識の高かった中森さん。これは中森さんがある音楽番組に出演した際に、明石家さんまさんが中森さんに感じた印象についてのエピソードです。当時、ファンが客席から中森さんに対して大声援を送っていました。そんなファンからの大声援を聞いた中森さんは、あろうことかファンに対して、静かに、イントロ聞こえない、と言って叱ったそうです。その場にいた明石家さんは、かっこええな、この子。プロ中のプロや。と絶賛していたそうです。この当時、基本的にファンに対して叱る等の行為をするアイドルはいませんでした。そんなことを言った時には、致命傷になってアイドル人生が終了してしまう可能性があるからです。そのようなリスクを負う可能性があっても、ダメなものはダメと言える中森さんの信念の高さと、歌唱に対しての真剣さを知れるエピソードでした。小泉今日子のことを守った中森明菜。中森さんの数少ない友人に小泉今日子さんがいます。中森さんはもともと人付き合いがうまい方ではなく、友人も少なかったのです。そんな普段は自分のこと以外あまり興味を見せない中森さんは、小泉さんのことはいつも気にかけていたそうです。そんな二人の仲が深まったあるエピソードがあります。1982年10月15日、日本武道館で第15回新宿音楽祭が開催されました。音楽祭のフィナーレの際、
壇上に出場歌手が勢ぞろいしました。そして突然観客席から生卵がステージめがけて飛んできて、あろうことか小泉さんの顔面に直撃してしまいました。小泉さんは髪の毛と顔が黄身と白身でぐちゃぐちゃになってしまい、驚きと恐怖でその場に立ち尽くしてしまいます。他の壇上にいた歌手たちも呆然として立ち尽くす中、中森さんだけは小泉さんを助けるために動きます。中森さんは小泉さんの手を取り、自らの体でガードしながら観客席側に立ち、そのまま小泉さんを舞台袖まで引っ張っていったそうです。とてもかっこいいエピソードですよね。自らを犠牲にしながら誰かを守ることってそう簡単にできることではないので、中森さんの人間性の素晴らしさがよくわかるエピソードでした。橋本環奈で可愛すぎた。若い頃の中森明菜さんは橋本環奈さんに似ていると噂されています。いくつか写真を見て比較していきましょう。中森明菜、橋本環奈、中森明菜、橋本環奈。確かに中森さんと橋本さんは似ています。若い頃の中森さんは童顔、橋本さんも同様に童顔で、両者ともに幼い印象を受けているのも似ていると思う原因の一つだと思われます。また髪型であったり写真の撮り方などが原因の一つとなっているのではないかと思われます。若い頃の可愛い水着画像集、ここからは若い頃の水着画像を紹介していきたいと思います。女性らしい健康的な体型ですね。幼い顔からは想像できない色気ですね。笑顔と水着、よく似合います。まとめ。ここまで中森明菜さんの昔のエピソードと水着の写真などを紹介してきました。小泉今日子さんとの仲が深まったエピソードは少し衝撃的なエピソードでしたね。現在歌手活動は中止中で、特に目立った活動はしていないそうです。今後も中森さんの活躍を期待していきましょう。